マシューブースは南アフリカ共和国、ケープタウン出身のサッカー選手。南アフリカ代表である。ポジションは DF。2006年、黒人のソーニャ・ボネベン・シャプレと結婚した。彼女は国際的なモデルであり、過去にミス南アフリカで3位になった経験がある。彼女との間に2人の息子がいる。1999年2月20日。 コザファキャッスルカップのボツワナ戦で南アフリカ代表デビューした。2000年にはシドニーオリンピックに出場し日本やブラジルと同組になった。初戦の日本戦では高原直宏に2得点を決められるなどして1から2で敗れたが2戦目はクイントンフォーチュニア・シアボンがのんべての得点でブラジルに3の1で勝利した。最終戦でスロバキアに敗れたために 決勝トーナメント進出はならなかった。大部分を黒人が占める南アフリカのファンからの人気も高く、ブースがボールをキープしたり、好守備を見せると、ブース、ブース、という声援が送られる。日本の一部のメディアを含む世界中のメディアが彼が自国のファンから、ブー、ブー、というブーイングを受けていると勘違いして報道した。ブース自身はこの声援に対し、 ブーイングと勘違いされるけど僕の名前を呼んでくれているだけ。サッカーは人種融合を訴えたネルソン・マンデラ元大統領の理想像だと語っている。ありがとうございます。